ハロー皆さんどうも。今回ですね、昨日届いた任天堂 t e n d o Switch Lite を2時間ほど触ってみたんで、その感想をね、ご紹介していきたいと思います。まあ、2時間言うても、スマブラ、モンハン、カービーハンターズっていう無料ゲームを、まあトータルで2時間ほどプレイしてみた感想ですね。まぁ、あ、操作性やな。うん、操作性のレビューとなります。で、まぁ、あ、比較対象って ただ超語弊があるかもしれないけどまあ形状が似てるっちゅうことでえ PS, ビ、うん、PS ビータ PS ビータね PS ビータも置いてますこんなパッと見なまあ PS ビータの後継機買って誰か歌号取るんちゃう <laughs> 形状めっちゃ似とるからないはいまあどうやろうなこれまあ僕がね一番気になってたこのジョイコンこのコンスティック部分もうジョイコンですわ昨日ちょっとジョイコンとはちゃうかなと思って たーなんてね、いう動画出したと思うんですけど、完全にこれジョイコンです。うん。で、この、こ,これ十字キーかなこれ十字キーはめちゃめちゃ押しやすい。これはめちゃくちゃ、あの、プロコン以上に押しやすい。このこのホームボタンとかこのスクリーンショットボタンはどうでもええわ。で、このボタンね、うん、この ABXY。これも押しやすいです。で、あとは、背面は、えー、スタイリッシュ。で、ここ。 トリガー部分ね。ここの、え RZR、ー、LZL、うん。これも押しやすいですけど、この R と L に関してはもう、これはもう、押しやすいとは言えんな、うん。ジョイコンですわ。ここもジョイコンしよう。うん、こんなんだったらない方がましだっていうレベル。うん、すごいね。モンハンやってるとき、クソです、これ。操作性。<laughs> 言うちゃあれやけど。 モンってこの右スティックで、あのスイッチとかだったらもう、今の時代だったら操作するんやけど、これがね、めちゃゴミ。うーん、もうこう、こ俺、手ちっちゃいんですけど、その手ちっちゃい俺からしても、この R ボタンを押しながらのこの右スティック操作、めちゃくちゃクソと感じましたね。あこれはちょっと、いかんわ。あー、これはちょっと気に食わんですわ、わしはね。まあ、みんなどうかしらんよ。俺はな。 こんなもん、あるよな。だから、あの PSB だとか、ってか p s p のモンハンとかでこのモンハン持ちしとる方がまだマシっていうレベル。うほんまにこのカメラ操作じゃあれやわ。だこっちも結局はね、変なモンハン持ちをせなあかんようなことになると思う。うん。このなんか R ボタンをね、押す時ってモンハンってちょこちょこあるやん。 うん、そのあこれ R ボタンを押しながらこの右スティック操作がねなんかちょっと手をこうずらさなあかんのようなこの手前側にうーんこ,こうしっくりきてる形なのにもかかわらずちょっとね右,右手をこうずらして操作せなあかんっていうのが嫌なんですよこう親指の腹の部分で操作できんっていうなこう持ったらこうフィットする感じで持ってるとここの親指の腹の部分でこう操作ができんのですよすごい。 だちょっとずらしてからこう操作せなあかんうねよね、うん。結局なんか変な持ち方せなあかんのよ。3DS に拡張パッドとかつけて僕、3DS のモンハンとかやってたんですけど、あれの方が操作性は良かったな。うん、こうちょっと純正っていうか、この状態のままだとモンハンは非常にあれですね。まあシミュレーションゲームとか、うん、RPG とか、やるんやったらええと思う、うん。パズルゲームとかアーケードとかそういうね。 動きがそんな言うほどないような。ただ、もう、アクションゲームとか FPS に関しては、なかなかに、これはね、もう、熟練された、コアゲーマーとかじゃないと、荒れちゃうかなっていう。あれって言ったらもうみんなわかるだろ。あれですよ。もう、クソ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 言うとるから、うん、今更あれって言っても <laughs>、まあ、クソ、まあ、クソではないか。 僕はクソって最初感じたけど、まあ、慣れたらクソって感じようになるかなどうなんだろうこれ今はぶっちゃけ p s p とかでモンハンをやってきた僕にとったらうん非常にモンハンはこのスイッチライトでやるんは嫌やなって感じです p s p って で僕まあ PS、p s p ったも、どうなんやろうな、これうん。まあもうこれは持ちやすいんやけど、正直アナログスティック部分が PSP 以下な出来なんで、これまた、モンハンやるには微妙かなっていう。やっぱね、結局は PSP、PSP がモンハンやるには一番適してたんやなって結局。携帯ゲーム、携帯機ではね。 これ末置き機だったらいろいろあるけど、携帯機だったらやっぱ PSP が一番モンハンやりやすかったかなって感じですね、これ。現状。モンハン持ち、モンハン持ち言われとるけど、モンハン持ち、なああったとて、やっぱり PSP が一番やりやすかったなっていう感じですね。モンハンに関しては。 うんちょ、ニンテンドースイッチライトは期待してた分ね、アクションゲームが非常に操作性うんこっていうことで、うん、これどうにかならんのかなっていう。慣れたらいけるんかなっていう。ゼルダとかならまだいけるんかな。オンラインゲーやろうと思ったらね、相当ですよ。もうスマブラとか持ってのほかです。と、まあ、こんな感じかな。うん、な PS ビーターをここに置いとる意味がほぼなかったんですけど、 まあ、PSB だと比較しても操作性、アクションゲームとかの操作性に関しては、まあ、どうレベルか、まあ、それ以下の可能性が今のとこ僕の中ではあるかなっていう感じですね。だからもし、スイッチライトを、うーん、う太郎かなと検討中の皆さん、これでアクションゲームとか FPS は結構なれんと厳しいかなと僕は思います。まあ、簡単っていう人もおるかもしれんけど、個人的には、うん、微妙ですわ。 ぶっちゃけね。こもうちょっとこっちなんかな。はい。まあ、以上、えー、昨日届いた、まあ、2時間ほど触ってみての、まあ、操作性の感想でした。またね、これから10時間、20時間、30時間と行くうちに、まあ、だんだん慣れてきて、まあ、これ、追記でな、また後で後出し動画出すかもしれへんけど、今は、まあ、100点満点中言うたら、えー、操作性に関してはまあ2、30点ってとこです。はい 以上、えー、スイッチライト操作性のレビュー、てか感想でした、はい。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。